ゼブは、アメリカ合衆国の競争馬、シュボバ。1923年のケンタッキーダービー優勝馬で、同年のイギリスダービー優勝馬パパイラスを相手に、史上初となる英米ダービーバ対決を行い、これに勝利した。1983年アメリカ競馬伝道入り。馬名は馬主であるハリー・シンクレアが、自身の顧問弁護士であったウィリアム・ゼバーリー大佐に、ちなんで名付けたものであった。 突起がない限り、競争はすべてダートコース。試行距離は当時のもの。グレード性は未導入。ゼブのデビューはあまり華々しくなく、初戦から5戦しても、まだ未勝利を脱せずにいた。初勝利を挙げたのは、夏のサラトガ競馬場のことで、6戦目に迎えた8月5日の未勝利戦において、5馬審査をつけての初勝利を飾った。 すると3日後の一般戦でも4馬審査をつけて、連勝。さらに1週間後の一般戦では125ポンドを背負い、対戦した6頭の馬に15ポンド差の金量差を与えながらも勝利と調子を上げてきた。8月19日には、グランドユニオンホテルステークスで初のステークス競争に挑戦。これに優勝した。その先には、当時の2歳戦線の大競争の一つであった。 ホープフルステークスが8月31日に控えていたが、ゼブはその直前8月28日のオールバニハンディキャップにも登録され、トップハンデ126ポンドを重されながらも一番人気に支持され、それに応えて勝利した。そして本番のホープフルステークスではゴスホークという馬と並んで最重量の130ポンドを積まれての出走で、レース中盤までは、 その二頭が先行争いをしていたが、最後でグランドユニオンホテルステークスで三着だったダンリンという馬に抜かれて三着に敗れた。ゼブの同年最後の競争となったのは9月16日、当時最大の二歳戦であったフューチュリティステークスで、ここではヒンバサリーズアレイ相手に二着に敗れた。しかし同年のゼブが稼いだ賞金は24,665ドルと二歳ボバでは、 最高額で、後年に、同年の最優秀二歳母場として選定されている。ゼブの三歳シーズンは、フューチュリティステークスから7ヶ月半を空けての始動で、初戦は、コ馬との混合戦であるポーモノクハンディキャップでこれに、勝利している。その次に出走した、プリークネスステークスでは、単勝オッズ5倍と一番人気の支持を得ていたが、スタート前に束に蹴られたことが影響して12着と、 大敗している。しかし、それから3日後には再び競馬場に姿を現し、ジャマイカ競馬場のレインボーハンディキャップに勝利した。前走から4日後の5月19日に行われた、ケンタッキーダービーにもゼブは姿を現した。ダービー当日は21頭が集まり、最も人気を集めたのは、ハリー・ペイン・ホイットニーの率いる4頭がまとめて、単勝3.5倍に支持され、 プリークネスカチウマのバージルは16倍、ゼブはさらに人気を落として20倍の穴馬扱いであった。ゼブの安状を務めたアールサンドはひたすら前に行かせることがゼブの最善策と主張し、序盤は常に2馬身ほどのリードを保ちながら最初の2ハロンを23秒40というダービー史上最速のハイペースで飛ばしていった。この逃げたゼブを他の馬は最後まで捉えることができず、 結果、ゼブは2着のマーティン・エールに一番真反差をつけて優勝を飾った。勝ちタイムは2分0 5秒40。本来、ゼブの調教師はサミュエル・ヒルドレスが務めていたが、この競争に限る調教師名義がヒルドレスの助手であるデイビッド・レディのものになっている。これは、長年働いてきたレディにスポットライトを当てたかったヒルドレスの思いによるものと考えられている。 ダービーから一週間後には、ウィザーズ・ステークスに出走。ここでも再び逃げ切り勝ちを披露した。そして6月9日のベルモント・ステークスでは8頭立ての中、ゼブは単勝オッズ1.8倍の絶大な支持を集めた。この競争でもゼブは、スタートから勢いよく飛び出して先頭に立つと、序盤の4ハロンは2馬身のリードを取り先行。6ハロンが過ぎた頃には5馬身差まで開いていった。 誰もゼブに迫れないまま独走は続き、10波論通過時点のタイムである2分04秒20は、自身のダービーの勝ち時計よりも速いペースであった。最後の直線に入って、チックベールという馬に追い上げられるものの、それでもなお一番新運差を保ったままゴール、父である、ザフィンに次ぐ親子2代でのベルモントステークス制覇を、成し遂げた。勝ちタイムは2分19秒。ゼブは、 ベルモントステークスの後も短い間隔で使われ続け、クイーンズカウンティハンディキャップ、ベルモントパークでの一般戦、ローレンスリアライゼーションステークスと出走した、競争それぞれで勝利を重ねていった。同年8月19日、イギリスのダービーステークス優勝馬であるパパイラスの馬種、ベン・アイリッシュはイギリス最強のパパイラスに対する挑戦者が現れたとして、 アメリカ最強三歳馬との4000ポンドの賞金をかけた対決を行う旨を発表した。8月31日、アメリカのジョッキークラブは10月20日であれば、場所をアメリカのニューヨークで用意できること、また賞金として勝者に10万ドル、敗者に2000ドルを用意できることを提案し、アイリッシュもこれに同意した。そして、アメリカ側の挑戦者として、 白羽の矢が立ったのがゼブであった。パパイラスの側も長時間の輸送などで万全とは言えなかったが、一方のゼブもマッチレースの2週間前にジンマシンを発症、回復したためことなきを得たが、一時は代わりの馬を用意することが検討されたほどであった。10月20日の土曜日当日のベルモントパークは、前日の夜に激しく降った雨の影響で、泥沼のような状態であった。 この12ハロンのマッチレースには5万人の監修が詰めかけ、彼らが一番人気に選んだのはパパイラスの方であった。レースが始まって先に飛び出したのはパパイラスの方で、しかしパパイラス安上のスティーブ・ドナヒューはこれを抑えてゼブの後方に下げ、その視界に入れて進むことを選んだ。この後方につける戦略は滑りやすい路面において裏目に出てパパイラスは ゼブに追いつけないまま、そしてゼブはさらに突き放してコバ審査での勝利を手にした。パパイラスの調教師バジル・ジャービスは、ヒルドレス調教師に、賞賛を送りたい、この競争は、あなたの勝ちだと語りかけたという。パパイラスとのマッチレースから少し経った10月31日に、ゼブは、再び競馬場に姿を現し、エンパイアシティオータムチャンピオンシップを4バ審査をつけて、優勝した。 その翌戦、ラトニアチャンピオンシップでは、目下6連勝中のマイオーンという馬が出走しており、この2頭で年度代表馬争いの様相を呈するものと思われていた。しかし、この競争を制したのは、アナウマインメモリアムで、ゼブは、同馬から6馬身も離された2着、マイオーンはさらに10馬身差の3着であった。久々の敗戦後、ゼブは、 ピムリコ競馬場での一般戦を挟んだ後、チャーチルダウンズ競馬場において先日敗れたインメモリアム相手のマッチレースが組まれた。このマッチレースでは、ゼブがインメモリアムの後方につける展開となり、最後の直線の攻防で、際どい状態で並んで、ゴールに入ったが、結果、ゼブが離さで制したと判定され、雪辱を果たしている。 同年、ゼブは14戦12勝で27万2008ドルを稼ぎ出し、年度代表馬に選出されている。また、馬主であるランコーカスステーブルが同年に得た、総賞金額は43万8849ドルで、これは、ジェームズ・ロバート・キーンが保持していた、年間獲得賞金レコードを塗り替えるものであった。ゼブは、翌年1924年も競争を続けたが、 17戦して6勝、ステークス競争もキングスカウンティハンデキャップを制した程度で3歳児ほどの戦績は上げられなかった。この4歳シーズンで引退し、最終的な戦績は43戦23勝、獲得賞金は313,639ドルであった。ゼブとパパイラスの対戦は大いに興味を喚起し、国際交流競争の機運が高まったのもこの時期であった。 フランスの馬主であるピエール・ベルテメールが自身の持つフランスの有力馬エピナールをアメリカで出走させるイベントに承諾し特別競争インターナショナルスペシャルシリーズが組まれたこの競争の第1戦と第2戦にゼブも出走しているが第1戦では5着第2戦では4着に終わり最終戦には参戦しなかったその後はパネボバとなっているが わずか2頭のステークスイナーを出すにとどまり、失敗に終わった。キングスカウンティハンディキャップ、ありがとうございます。